アマテラス大御神って。神道において最高神とされるのが、日本の神様で一番有名なアマテラス大御神ですよね。太陽神であることから、天に輝く偉大なる神を意味することから、四デジのごとく、アマテラス大御神とも言われています。神々のトップであると同時に、天皇家の高祖神にも居続けられていることから、現在でも、神道では、特別な神として崇められています。まさに、日本の神々においての最高神なわけです。こんにちは、藤吉田です。誰もが認めるアマテラス大御神なのですが、古事記、日本書紀のストーリーを先入観なしに読むと、ちょっと不思議なのです。海外の神話での最高神は、全知全能であったり、宇宙を創造した一番初めに生まれた神様だったりと、絶対的な存在にもかかわらず、アマテラス大御神は、イザナギの子供ということで、古事記の途中から登場する神様ですし、弟のスサノオの狼藉で岩屋に引きこもってしまうなど、最高神としては、ちょっと人間臭い一面もあります。今回、そんなアマテラス大御神が、なぜ、日本の最高神として君臨しているのか、動画にしてみました。今回も、クイズ形式の動画となっております。全3問。皆さんはいくつ答えられるでしょうか？ぜひ、最後までご視聴、お願いします。もちろん、当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。最高神アマテラス大御神。最高神といっても他国の神話や宗教の最高神とは性格がかなり異なります。例えばキリスト教においては、神は宇宙を創造した全知全能の存在ですが、アマテラス大御神はそのような力を持っていません。ギリシャ神話のゼウスも全知全能で、数多くいる神々の中でも、中心的な神々のオリュンポス十二神のリーダーです。それならば、アマテラス大御神は、日本神話において、世界に初めて現れた神なのでしょうか？いや、違います。日本神話においては、最初の神が現れ、そして消え、そんな神様が何人かいた後に、神義千代という七柱の組の神々が現れます。その末っ子の神様がイザナミ、イザナギなのです。そして、その二柱が国土を作ったり、黄泉の国に行ったりした後、イザナギから生まれるのがアマテラス大御神なのです。さて、ここで問題です。アマテラス大御神はイザナギから生まれましたが、イザナギは男性の神様でありながら、三騎士と呼ばれるアマテラス大御神、ツクヨミ、スサノオを生みます。それでは、アマテラス大御神は一体どこから生まれたのでしょうか？ 1. お腹。 2.左目。3、右目。4、鼻。それではお考えください。答えは2の左目です。古事記によれば、
アマテラス大神は、イザナギが、黄泉の国から帰って、体のみそぎを行っている際、左目を洗った時に、鳴り出たと言われています。同時に、右目からは月読みの御事が生まれ、鼻からスサノオが生まれたと言われています。そして、イザナギの命令で最高神になりました。アマテラス大神には、他の神々を一瞬でねじ伏せてしまうような絶対的な力を持っていません。最高神には珍しく女性であることも不思議なことです。つまり、アマテラス大神は、八百万の神々のリーダーであるものの、海外の神話の神様のような創造神でないですし、全知全能の存在でもないのです。弟、スサノオの狼藉を原因とする引きこもり事件。しかし、アマテラス大神が尊ばれたのは太陽神という性格であるからと考えられています。農耕民族である日本人にとって太陽の恵みがもたらす尊い存在だったからです。その価値観が現れているのが岩戸の神話です。重要なのは太陽神であるアマテラス大神が隠れたことで光が遮断され悪神がはびこったということです。太陽光は作物を育てる源の光です。つまり地上に太陽光が届かなければ植物は育ちません。逆にずっと太陽が照り続けば稲や水を枯らし人々の命を奪ってしまうのです。だからこそ太陽は古来より信仰の対象をされてきましたし、太陽の喪失は古代の人々にとって一大事だったのです。なお、岩戸神話からアマテラス大神を軟弱な神様と取られることもありますが、高間ヶ原では随所で勇猛さを兼ね備えた存在として描かれています。さて、ここで問題です。スサノオが高間ヶ原にやってきたとき、アマテラス大神は国を奪われると思い、あることをしてスサノオを出迎えました。アマテラス大神は、一体どんなことをしてスサノオを迎えたのでしょうか。1、男装し、全身に武器をまとって待ち受けた。2、八百万の神々総出で待ち受けた。3、単身で剣の上にあぐらをかいて待ち受けた。それではお考えください。答えは1の断層し全身に武器をまとって待ち受けたです。古事記によるとやってきた乱暴者のスサノオに対し断層し全身で武器をまとってなぜに登ってきたのかと聞きます。スサノオはこれに答えて僕にはよこしまな心はないと言い、父から根の国へ行くように命ぜられた経緯を説明した上で、ここに来た理由を話そうと思って参上したことを伝えました。すると、アマテラスが、死から万難寺の心が生命であることをどうやって知るのか、と尋ねたので、スサノオは、お互いに制約して子を産むことを提案しました。このお話がアマテラス大神とスサノオの受け入れ神話となるのです。アマテラス大神の勇猛さを象徴するエピソードは他にもあります。
ミニギを地上に使わす天孫降臨神話のシーンでしょう。地上に降りようとする孫のニニギに、瑞穂の国は我が子孫が王でたる国であると進捗を与えたと日本書紀には記しています。その勇猛たる姿は見る者すべてが膝をつかずにはいられないようだったといいます。この進捗によってアマテラス大神はニニギに地上の統治権を与えることだと解釈されています。控訴神ではなく女性神でもなかったとする説。先ほどお話ししたように古代の大和政権は天皇がアマテラス大神の子孫とすることで全国支配の根拠を作りました。しかし最近の研究では控訴神は元は別の神だったという驚きの説もあるのです。その候補とされるのが農耕の神高見ムスヒです。日本神話の初期に登場する神で、日本書紀では高見ムスヒのことを高祖と呼ぶ場面もあるのです。さてここで問題です。混沌とした何もない空間に突如現れた最初の神々の三柱を造化三神と呼びます。その中の神様に先ほど名前の出てきた高見ムスヒと神ムスヒという神様がおられます。それではもう一柱の一番最初に現れた神様は一体誰でしょうか。1. 大国主 2. 竹見和地 3. 雨の皆か主 4. 昼子の神。それではお考えください。答えは3の雨の皆か主です。雨のみなか主は宇宙で最初に現れた神。宇宙が混沌としている中で現れて高間ヶ原の主祭神となりました。理屈上ではこの世界を作った神様という言い方もできます。古事記の中では一番最初に登場する神様なんです。そんな中心的な神でありながらその後は活躍しないということと姿形がイメージしにくいこともあってあまり一般的に知られている神様ではないんですね。ちなみに竹見和地は最強の武神の一柱とされていて国づくり神話で活躍する神様です。2問目の回答項目にあった剣を逆さに突き立ててその切っ先の上にあぐらをかいていたというのは国づくり神話の竹見和地のワンシーンだったんですね。すごい神様です。高見ムスヒはアマテラス大神の息子と結婚しニニギを産んでいます。先ほどお話ししたようにこのニニギこそ地上を統治するために天から降りてきた神です。そうなると高見ムスヒと天皇との関係は決して浅くないと言えますよね。そして現在でこそアマテラス大神は女神として知らされているが控訴神となる以前は大神だったとも言われています。根拠として危機に女神と断定する描写がないことや世界の太陽神が総じて男性の神であることが挙げられます。それどころかアマテラス大神は日本書紀の序盤で
太陽神の巫女を意味する大昼目の鞭を名乗っていることもあります。このことから天照大神は元は太陽神に仕える巫女で、本物の太陽神が男性神だったという意見もあるくらいです。神道において巫女は特別な存在です。神から神託を受け、その声を人々に伝える霊能力者である巫女は、祭祀において絶大な影響力を誇りました。巫女に対する神格化が進んで、太陽神が同一視されていった結果、女神である天照大神が生まれたというのが一説としてあります。もしくは天照大神が天皇の高祖神に加えられたということで、高見臼姫が忘れられてしまったという仮説もあります。もちろんこれらの仮説は憶測の域を出ませんが、邪馬台国のようにシャーマンが重要な位置につく時代もありました。こうした時代の価値が天照大神の性別にも影響を与えたと考えてもおかしくはないのです。いかがでしたでしょうか。神話というものは完全な創作と考える方もいますが、天照大神が最高神とされていることから、やはり多少の創作はあるものの、歴史の流れに沿って作られているような気がします。完全な創作であれば、天皇の祖先は全知全能の完璧な神である方が都合がいいにもかかわらず、天照大神はどこか人間臭い部分もあります。だからこそ古事記、日本書紀を深く研究することで、当時の日本の成り立ちを知ろうとする学者たちが後を絶たないのだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。